こんにちは、藤原産業です。今回は壁にブリックタイルを貼りました。ブリックタイルを壁に貼り付けていきます。貼る順番に並べておくと作業がしやすくなります。短いサイズが必要な場合は先に切っておきましょう。切断にはレンガ用のこぎりを使用しました。マーキングチョークを使い切りたいところに線を引きます。レンガ用のこぎりでタイルを切断します。時間がかかるため根気が必要です。必要分を先に切っておくと作業がスムーズです。壁にタイルを貼り付けていきます。床が汚れないよう養生します。汚れが気になる方は養生の下にビニールシートを敷くのがおすすめです。タイル貼り付け用セメントを壁に塗っていきます。貼り付けにはコテとコテ台を使用しました。セメントが乾かないように手早く塗っていきます。タイルを貼っていきます。タイルが剥がれないよう強く押し付けます。3列目以降のタイルを貼るときは数列のタイルの端と偶数列のタイルの端が合うように貼ってください。最上列を水平に貼るために水糸を貼ります。タイルの一番上になるところに印をつけます。印を元に水糸を貼ります。水糸がきちんと貼れているか指で弾いて確認します。水糸に合わせてタイルを貼っていきます。セメントが足りない場合はタイルの裏に塗ってください。水糸を外して完成です。セメントがはみ出していたりタイルが欠けているところも手作り感が出ていい雰囲気になりますよ。